かんねえ。出番みてえだな。時は紀元3世紀、黄金の乱にそれから間もなく、曹操。俺は奴らの船に突っ込む。後ろの守りはあんたらに任せたぜ。おいあんた、寝言にしちゃ大きすぎないか。入ったばかりのやつが勝手に持ち場決めるなっつうの。心配すんなって。ぶっこみの喧嘩じゃ負けたことねえからよ。いや心配とかそういうんじゃなくて、もういいだろう観念。君の力を我ら孫悟に見せてくれ。お前の兵は川沿いに待機させてある。うまく使ってやれ。おう、任せとけって。我らの治癒で曹操の戦乱を退ける。周囲、天軍の指示は任せたぞ。そろそろ。私は最大準備を始めました。よし、よっしゃ液晶仕留めたぜ。おら今しばらくそこで待て。これは東南の風時、よろしいな。よっしゃ液晶よっしゃ液晶止めたぜ。時は一体1話の衰えです。これより数える最大に的な戦いは人に集中できません。やむを得、誰でもいい。最大へ向かい敵を退けよ。暴れるぜ。止めたぜ。っしゃ敵将仕留めたぜ。大船団などと調子に乗りおってくらえ。水の上で孫悟に勝とうなんぞ、100年早いわ。Hit it! 戦火は上々でも好き勝手暴れてちゃ。兄貴の毛が最高っさ。これからもガンガン暴れましょうや。俺らも根性を入れてついていきます。へっ、おうよ、おめえら全員俺についてこい。確かに奴の勝手な行動は許されるものではない。だが見よ両党、あの兵たちの熱さと活気、孫作殿を失って以来久しく孫悟が忘れていたものだ。もう少し見守ってみんか。